素晴らしい感じで浸かりますんで、これがですね、本当に嬉しい。どうも、ドブネズミです。写真には写らない美しさがあるからということで、始まりました情熱キッチン。今回はですね、この季節にはもう絶対やってほしい最強の大葉レシピ。大葉って美味しいじゃないですか。薬味としてよく使われるんですけど、今回はね、なんと大葉が主役の料理、悪魔の壺大葉です。大葉の漬けなんですよ。この大葉の漬けがまあうまいんじゃ。つまみにもなるし、ご飯のお供にもなる超万能選手なんです。これを私、大葉の漬けを大葉家が作っていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明いきます。大葉とニンニクです。あとはもう調味料は概要欄です。今回ね、あの大葉の漬けなんですけども、大葉の漬けはね、そのまま食べるもんじゃなくて、何か合わせて進化を発揮するタイプなんで、ご飯かお刺身、なんか白身魚とか合います。白身魚か、あとはサーモンとか刺身用意した方がいいかなっていうふうに思う。食事の時に全部ご説明しますんで、それ用意してください。今回はこの大葉を使ったレシピなんですけども、これを作るにあたって一番必要なことはやっぱね、爽やかさなんですよね。大葉って何がいいかって、爽やかさが非常に大事じゃないですか。大葉の爽やかさに負けないような素晴らしいドリンクを飲みながらですね、大葉の爽やかさをイメージながらやっていきたいと思います。今日月でしょ、爽やかさが一番出るの。注いでいきますね、爽やかさの塊を入れていきます。はい、レモンチューハイができましたので、爽やか料理研究家が飲んでいきます。爽やか、あー完璧だわ。爽やか料理研究家の私が爽やかレモンチューハイを飲みながら爽やか大葉を調理していきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、大葉ね、もう取っていきます。30枚使っちゃおうかな。使ってもいいかな。いいとも。大葉でちょっと洗って、いきましょう。はい、洗っていきます。大葉洗うとね、あの水気がありますんで、よくね、あの絞ってくださいね。これね、この部分はね硬いんで、ちょっとひねって、ちぎりましょう。これ大葉の足をもいで、動けなくします。はい、このタレね、すごい美味しいんですよ。で、醤油が大さじ3杯ですね。このタレがどんだけ最強かというと、ハドラーぐらい最強ですね。ちょっともう今いるスタッフがちょっと大の大冒険世代じゃないんで、全然のがなかったですね。お味噌が入るとですね、醤油漬けとかっていうのはよく韓国の方とかでね、 あるんですけども、お味噌を加えることによって大葉との辛みが良くなってね、非常に美味しいです。お味噌と醤油の混合タレ、お味噌は小さじ1半ですね。大さじ1杯です。はい、ごま油大さじ1半です。これが入るとね、非常に香り高くなりますので、おごま油入れてください。3杯分入れます。はい、半かけ分、小さじ3分の1。まあだからこれぐらいかな、これぐらい、半分いったかな。まあいっか。これは辛さが苦手な方は調節してくださいね。これね、大葉っていうのは旨味が少ないので、味の素を加えていきます。で、これで1、2、3、4、5、6振りですね。はい、味噌とお醤油って尖ってるじゃないですか。味が、味の素を入れることによってこの角を取っていく、これが重要なんです。だからね、お味噌がねあるんでね、ちょっとね溶かしながら、あのこういい感じに混ぜてくださいね。これでかなりね、濃度がついた、タレになりますので、あのここに大葉引き詰めていきます。1枚ずつ、まあなんか、まあ、重なってもいいんですけども、まず10枚入れたら3分の1入れ込むとね。次ね、また大葉入れます。よくね、水気拭いてください。これね、はい、こんな感じです。はい、最後のこう大葉、今回ね、本来のレシピだと20枚なんですけども、今回30枚でいきたいと思います。で、またこうやって入れとくと。はい、で、つけると。こんな感じでつけてくださいね。これね、くれぐれもね、大葉の水分はね切ってくださいね。素晴らしい感じで浸かりますんで、そしたらこれを、ラップして冷蔵庫で30分ぐらい寝かして、でもうこれ完成なんですね。はい、それではですね、
りました。これでございます。さっきやつだったんですけども、ラップをね、この大葉にこう包まれるようなね、あれでいいです。それを取ったらこんな感じになります。この大葉ですよ。このタレに使ったこのこれがですね、本当に美味しい。こちらで後回しボボ完成でございます。はい、それでは食べていきたい。いただきます。すでに大葉はご飯にオンしております。このね、味の染みた大葉とご飯食うと飛べます。いざネバーランドへ。これやっばいわ。大葉とこタレがうますぎる。大葉をもう一回もう一回いかしてください。まずタレをちょっと垂らすといいですね。いくらでいけますわ。ほんとにおいしい。もうタレがうまい。白米を消滅させるためだけに生まれてきた殺戮マシーンです。これはこのテリッテリのサーモン、この大葉を乗せて食べてしまったらどうなってしまうのか、いかせてください。Oh my god、 うますぎる。こいつをご飯にパイルダウン。サーモンと大葉とともに去りぬ。いただきます。めちゃくちゃうまい。これはうますぎますね。白米ブレイカー、大葉自体にすっごいね、あの味噌とか絡んでて、これをご飯とかサーモンとかお豆腐とかも美味しいと思います。あの厚揚げとかね、食べかけなの、あのそんな関係ない。これガッシャガッシャと卵をかけます。大葉さん、このタレ、このタレをかける、かっこ込みます。いただきます。これが食べたかった。他の代わりのタレだけでも、もう卵かけご飯が100杯ぐらいかけるぐらいうまいんで、簡単にできてね、保存も効きますし、どんな食材にも合うんで、ぜひ皆さんやってください。ちょっと大の大冒険世代じゃないんで、全然反応がなかったですね。最強はバーンじゃないか。最強はバーンだったね。ハドラーは最強ではなかったです。はい、ハドラー負けるんだよね。まあ、バーンも負けるんだけど、昨日ビーズのサブスが解禁されたの知って、ずっと聞いてたな。結構ビーイング絶対出さなかった。